恋はクリスマスイブに始まり、愛はバレンタインデーに訪れる。皆様こんにちは、ユーズスカイピクチャーズマットでございます。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、僕が大好きなロマンティックコメディの一つ、巡り会えたらという作品についてご紹介させていただきます。こちらはですね、1993年トライスターピクチャーズが制作しておりまして、ノーライフロンさんが監督した作品になっております。僕結構好きな監督さんで、ユーガットメールというロマンティックコメディも作ってます。で、この映画の主役はトム・ハンクスさんで、ヒロインをメグ・ライアンさんで、トム・ハンクスさんにはジョナという一人息子がいるんですけども、その役をロス・マリンジャー君という方が演じておりまして、この子がまた芝居がうまいんですよ。で、この作品はですね、トム・ハンクスさん演じるサムの奥さんが、亡くなってしまわれてですね、それでシアトルの方にこう引っ越してきたとこから話は始まるんですね。父子家庭ということで、生活しているんですけれども、やはり寂しさを拭えない日々を過ごしております。そんなお父さんを見て、息子のジョナ君がですね、お母さんになってくれるような女性はいませんかっていうのを、ある日全国ネットのラジオに出演してしまい、で、それを聞いた全国の女性のうちの一人が、メグ・ライアンさんが演じるアニーっていう女性なんですけれども、ラジオでのですね、サムの愛する人に対しての思いとかっていう、まあ、亡くなった奥さんに対しての思いなんですけども、そういう風な純粋さだったりユーモアだったりっていうようなものにですね、惹かれて、それで、まだ一回も会ったことがないサムを好きになっちゃうんですよね。ただ兄には婚約しているボーイフレンドがいましてですね、そっちを取るのか、それとも自分が運命だと思っているサムに会うのかというもので、話は進んでいきます。で、この作品はですね、一つ目の軸は息子のジョナ君ですね。トム・ハンクスさんの方はシアトルの方に、メグ・ライアンさんの方はボルチモアの方に住んでるので、全然その接点がないんですよ。西海岸と東海岸っていう感じになってるので、その間を取り持つのがジョナで、いろいろこう出会えるチャンスを画策するっていう部分が面白かったりするんですけれども、あのね、やっぱり向こうの子役の方って本当に層が厚くて、まあ、あくまで持論なんですけど、子役の方が上手い映画って本当に面白いと思います。子役が失敗するとのめり込めないし、子役の子がうまいと本当に感動できるなというふうに思ってて、2つ目の軸としては、巡り合いっていう、あの1957年の名作があるんですけども、それを話の節々にこうキーとして入れてくるんですよ。で、それがあったからこそ話のクライマックスが盛り上がるっていうような仕組みをとってますので、巡り合いも見てみたくなるなっていうような作品になってます。結構最近はもうロマンティックコメディっていうのがほとんど映画館で見なくなってしまいまして、メグ・ライアンさんでしたり、ドリュー・バリモアさんでしたり、ジュリア・ロバーツさんでしたり、僕が結構好きな女優さんがメインをこう張っていた時代っていうのが、すごくロマンティックコメディが多かったので、いや、いい時代に映画館通えてたなっていうことは、今の最近の作品見てても思いますね。この映画本当に、まあ、若き日のかわいいメグ・ライアンさんと、結構そのコメディもバンバンいけちゃう頃の、コメディアンの頃のトム・ハンクスさんが主演で、がっちりこう話を盛り上げていて、笑えるところもいっぱいあって、キュンキュンするところもいっぱいある作品なので、ぜひまだご覧になってない方、楽しんでください。それでは、今日はこのくらいにして、お開きにさせていただきます。またお会いしましょう。バイバイ。ユーズスカイピクチャーズのサブコンテンツいかがでしたか。お気に召しましたら、グッドボタンとチャンネル登録どうかよろしくお願いいたします。また各種 SNS も更新しておりますので、もしそちらもご興味ございましたらご覧ください。では、ユーズスカイピクチャーズでした。バイバーイ。